どうも、Nと申します。今回はですね、 YouTube とあと TikTok の方に寄せていただいた子、あーやべちょっと待ってねYouTube と TikTok の方に寄せていただいたコメントの中で、嫁さんとの出会いを話してくれっていうコメントをいくつかいただいたんですよ、ね、コメントしてくださった方ありがとうございます。ということで今回はちょっとなんかそういう話をねしていこうかなと思うんですよ。で、話する前にちょっとマシンスペックの紹介なんだけど、キャラクターはね、もうこの見ての通りキノピオね。なんでかっていうと、今の嫁さんのね髪型なんかキノピオに似てるんよねなんていうの、ボブまではいかないんだけど、ちょっと今刈り上げててショートカット、ショートヘアなのよ。で、なんかちっちゃいキノピオみたいな、なんかキノピオぐらいじゃないね、松茸ぐらいの感じのねシルエットで、あーちょっとキノピオでいいかなっていう。キノピコじゃないよ。キノピコだとなんか三つ編みみたいなの後ろについてるでしょ。それは違うんよ、キノピオの方なんよね。で、マシンはこのパタパタテンテン、なんかキノピオの髪型に似てるなと思って使いやすいしこれでいいかなと思って。で、タイヤはなんだっけ、名前忘れちゃった、このなんかちっちゃくて使いやすいやつで、カイトは適当です。ということでやっていきましょうか。つってもね、ここから話、ちょっとなんでそんな戻れるのなんでそんな戻されるわけよ。ここから話してもなんか多分中途半端になっちゃうんだよな。どっちにしろ多分レース1レースじゃ終わんないのは分かりきってんだけど、ちょっと次のレースからでもいいかな、喋るのいいかな、ちょっと許してよ。ちなみになんでうちの嫁さんがね今そういう髪型になってるかっていうと、なんかね毛量がねすごい多いんだって。うちの嫁さん毛の量がすごい多くて、ドライヤーがなかなか乾かないらしいのよ。でやっぱさ、子供がいるとさ、そんな悠長にドライヤーかけてる時間も取れないからさ、もう鬱陶しいから短くするっつって、この間ねなんかバサッと切ってきたんよね。ですげえ落ち込んでて帰ってきたら、どうしたんつって、いや、いいじゃん、さっぱりしてよくなったじゃんって言ったんだけど、いやなんかやられたみたいな、失敗したっつって、変な風になっちゃったっつって、もう俺も言わなかったけど、うん、確かに変ではあるかなってちょっと思ったよねなんかね、なんていうの、カリベロとまでは言わないけど、なんかね、なんか女の子っぽくないなっていう髪型になっててまあ女の子っていう年でもないんだけどね、はいこんなんやったら怒られちゃうな。次、レインボーロードの 150cc、まあ、ということで嫁さんとの出会いの話なんだけど、俺がね28の時に出会ったの。俺今35なんだけど、28の時に出会って、あれはね4月のね、そう4月のまあちょっとあったかくなってきたかなぐらいの土曜日だったんだけど、ああ俺土曜日仕事お休みだからさ、まあかん、うわーもう俺土曜日仕事休みだから、で一人暮らしだったんだけど、まあなんかやること、その日やることも全部一通り終わって、で風呂も入って飯も食ったし、なんか飯も食ったし、なんかテレビでも見てちょっとゆっくりしようかなみたいな感じになってたよね。しかも明日日曜日でお休みじゃん、最高じゃんみたいななってダラダラしてたら、後輩の女の子から電話が来たんよ。電話じゃない、ごめん、 LINE が来たんよ。後輩の女の子から LINE が来たんよ。それでなんか今から横浜に来て飲みませんか、今飲んでるんですけどって連絡が来て、いやーでもさ、もう行きたくないじゃん正直でもこっちはさ、風呂入って飯も食ってさ、もうなんかお休みモード全開なのにさ、なんで今から横浜行かなきゃいけないのみたいな。家から最寄り駅までだいたい15分ぐらいで、そっから電車乗って横浜まで20分ぐらい、もう30分以上かかるわけよお店まで。いやめんどくせえなーつって一回断ったんだけど、いや実は紹介したい女の子がいて今隣にいるんですって来たから、行きますって言ってもう速攻支度して行ったのねやっぱねそれには逆らえないよねっていうのが嫁さんのとの出会いなわけだからね。正直そんなね、そんな面白い出会いもしてなくて、まあ普通よね、一般的な出会い方だからあんま面白くないんだけど、あれで落ちた、もうちょっと喋ろっか。次、チクタクなんとかの 150cc、 ごめんちょっと見てなかった、ごめんねまあそれでもうちょっと喋ろうかなと思うんだけど、そう
後輩ちゃんに、後輩の女の子に紹介したい女の子がいるから、ちょっと今から横浜来れませんかっつって呼び出されて、まあ夜遅くよ、本当にもう多分お店着いたのね、10時回ってたかな、10時前かな、まあ、そんぐらいの時間、もう真っ暗だし寒いしっていうタイミングだったんだけど、でまあそりゃさ、行って会ってお酒飲んだらさ、まあそれは話も弾むわね、弾むわねというか弾んだのよ、話がちゃんと。それ結構仲良く喋って、その時奥さんとね、奥さんっていうかその時はまだ付き合っても何もないけど、でまあなんかお仕事何してるんですかみたいな話になって、で俺はその時、まあ今もそうなんだけど、まあ機械の設計の仕事をしてるから、まあ設計やってます言って、でそっちは何やってるんですかっていう話聞いたら、機械衛生士やってますって言われて、機械衛生士みたいな。これね、やっぱね、機械衛生士ってさ、良くない？なんかちょっとこれの動画を見てくれてるあの男子諸君なら、あーなんかちょっとわかるって思ってくれると思うんだけど、歯科衛生士ってさ良くない？なんかさ、ちょっとさ、すごい失礼なあれになるかもしれないけど、あーちょっとなんていうの、色っぽい感じしない？歯科衛生士ってっていうので、もうね、もうその嫁さんと会った時の第一印象は、なんか歯科衛生士のなんか女の子みたいな、よしよきみたいなそんな感じだったんよね。いや、歯科衛生士熱ーってなって、その時はだからファーストインプレッションは良かったので、今だから聞いたんだけど、嫁さんになんか俺の第一印象ってどうだったのみたいなって聞いたら、そんな遅い時間に急に呼び出して来てくれる人だから、まあいい人に違いないっていう、あ、やっべえ、うわ最悪いい人に違いないっていう印象だったらしくて、なんかね、悪い印象は持たれてなかったっぽいっていうね。そのぐらいしかないかな、出会いの話は。次、ビーチサーキットの 150cc。 まあそれでその会った時にさ、まあ、当然連絡先交換するじゃんね。ちゃんとだからその時に LINE も交換して、でそっから結構ね、あの連絡のやり取りも取ってたんよ。でなんか自分で、あーやべ、自分でこういうのもちょっと気持ち悪い話なんだけど、結構ね、あのいい感じだったのよ。あのいい感じに連絡続いてて、 LINE のやり取り続いてて、でなんか結構趣味も合うし話も合うし、あーこれいい感じだなーっつって、でやっぱね、俺もさ、そこまで数々の失敗をしてきてるからさ、あ、この子とは付き合いたいなってやっぱある日ふと思うんよね。でもう今まで失敗してきた経験を、もう経験は、失敗の経験は豊富だから失敗の経験は豊富だから、もうその経験値をいかんなく発揮して、でどうにかこうにかデートもね、いい感じにちゃんとお店も予約するし、下調べもバッチリするしみたいな感じで、で3回目のデートぐらいで、俺の方から告白して、無事付き合うことができましたっていう感じなの。だからまあこうやって言葉にするとあんまりね、面白みがないよね正直。あーやべー、ごめんね。でもやっぱね、28、9になってから付き合うってなるとさ、結婚とかそういうこともさ、やっぱどうしても視野に入ってくるじゃん。どうしてもこう頭の片隅によぎるじゃんね。だからやっぱそれも込み込みでやっぱ考えてたんだけど、あ、この子と付き合って大丈夫かなみたいな、どういう感じかなみたいな考えてたんだけど、まあ、結果うまくいったよね。今も結婚して子供も2人生まれたしね、まあ、そういう感じよ。なんかごめんね、あんま面白くないよね、すみません本当に。どうにか面白く話したいなと思ったんだけどね、ちょっとね、なんか俺やっぱそう、こういう成功体験ってうまく話せないっぽいわいや本当はこう俺のクソかっこ悪いプロポーズの話もしようと思ったんやけど、落ちた。ちょっとそれを話すと動画が長くなるので、また違う機会に俺のクソかっこ悪いプロポーズの話はしようと思います。ということで、ありがとうございました。よかったらチャンネル登録もお願いします。これなんか言おうとしてたんだよな、ごめんね、忘れちゃったな。あーやばい、ちょっとやめてよ。あべ、どうせでした、なんだっけ、俺なんか言おうと思ってたんだよね。やっべー、これが年か。あれ、全然思い出せない。なんだっけ、やばいやばいやばい、ちょっとこれボツか、このレースボツかな。
なんだっけ、いやちょっとボツだな、忘れちゃったな、まあ順位も低いしな、ボツでいいだろう。